バレー国際空港は、アメリカ合衆国テキサス州、ハーリンジェン市にある空港である。三本の滑走路を有し、リオグランデバレー国際空港としても知られている。リオグランデバレー地区では2番目に、旅客取り扱いの多い空港である。かつては、ハーリンジェン空軍基地であったが、基地の閉鎖後に自治体に引き渡された。1967年、ハリケーン、ビューラーによって、 ハーリンジェン空港が水没した後にバレー国際空港としての運用が開始されている。かつてテキサスインターナショナル航空が収益していた1974年時点では本空港とダラスサンアントニオ・ヒューストンの3都市間を移動する旅客数は年間12万3000人程度であったがサウスウェスト航空が就航開始すると旅客数が急増。 1975年の同区間の旅客数は32万5000人と倍以上の増加を見た。タンク間を低運賃で高頻度運行するというサウスウエスト航空の戦略の正当性が実証されることになった空港である。セキュリティゲートを通過した後の空港内コンコースは南北2つに分かれている。南側はサウスウエスト航空とコンチネンタルが使用しているが北側は サンカントリー航空の発着陣以外は使用されていない。かつてコンチネンタルは北側コンコースを使用していたが、アメリカン航空が撤退した後に7番ゲートに移転している。搭乗ゲートは7箇所設置されているが、通年使用されているのは南側の3箇所だけで、うち2箇所をサウスウエスト航空が、1箇所はコンチネンタルが使用している。残る北側の搭乗ゲートは、 季節運行の3ンカントリー航空が使用することがある。ありがとうございます。